大倉雄一君。皆さんこんにちは。改革市民の会大倉雄一です。今回も登壇の機会をいただきました。登壇の機会をいただきました市民の皆様、会派のメンバーに感謝を申し上げます。今回も先の一般質問から本定例会までの間、市民の皆さんからいただいたお尋ねや不安ご意見をもとに通告しております。早速通告に従い順次お尋ねいたします。まず新型コロナウイルス感染症の対応についてお尋ねします。新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられました皆様のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご家族の皆様にお悔やみを申し上げます。また治療中の皆様の一日も早いご回復をお祈りしますとともに、感染病棟に勤務されている医療従事者の皆様に敬意を表したいと思います。新型コロナウイルス感染症に対し、市民の方々から新型コロナウイルスに不安を覚え、毎日怯えながら生活している、市はどのような考えなのかなど、不安の声が多数寄せられました。行政の責務として、このような市民の不安を的確に把握して、不安を払拭し、不安から安心な生活へと導くことが求められるものと考えます。今回の新型コロナウイルスに限ったことではありませんが、万が一罹患した場合においても、検査から治癒するまでしっかりした医療体制が構築されていることを知っていただくことで、市民の不安を和らげることができるものと考えます。そこで医療体制について、体調に異変を感じた場合の初期対応、検体の採取から検査結果までの流れや、陽性判定後の症状別の治療体制、八代県域の対応能力、今後の備えを健康福祉部長に伺います。以上で壇上からの発言を終わり、再質問以降は発言者席から行います。小林健康福祉部長。皆さんこんにちは。こんにちは。議員ご質問の新型コロナウイルス感染症への対応についてのうち、医療体制についてお答えをいたします。まず検体採取から検査、入院、退院までの流れについてですが、発熱や咳などの風邪症状がある方につきましては、まずかかりつけの医療機関へ電話でご相談の上受診していただくことをお願いしております。その後診察の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われる方については、八代保健所へ紹介をされます。また、特にかかりつけの医療機関がない方におかれましては、県が設置しました熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口にお電話いただき、そこでお話を伺った結果、感染の疑いがある場合は、八代保健所へ紹介をされます。その後、保健所が指定した医療機関で診察を行い、医師が必要と認めた場合、検体採取が行われ、PCR 検査の結果、陽性と判定された場合は、八代県域内の指定医療機関に入院していただくことになります。病状が回復し、退院された後は、ご自宅での健康観察となりますが、その間は引き続き保健所の支援を受けることとなります。次に、八代県域での検査能力、受け入れ病床数、および感染者が増加した場合の対応についてでございますが、まず、1日あたりの検体を処理する検査能力や、感染者の受け入れ可能な病床数につきましては、公表されておりません。なお、感染者の受け入れ病床数につきましては、6月3日現在、県全体で378床となっており、
重症患者等を診察する重点医療機関については、県内に4カ所、うち県南地域には1カ所が設置されております。また、感染者が増加した場合の対応についてでございますが、医療提供体制を担う県において、病状に応じて医療機関の受け入れ調整が行われることとなっており、軽症者については、ホテル、旅館等での宿泊療養の体制整備が行われ、6月3日現在、県内16カ所の宿泊施設との協定締結により、1430室が確保されている状況です。さらに、県では今後の感染拡大に備えて、検体採取や検査体制の拡充、および受け入れ病床の確保につきましても、取り組みを強化されておられますことから、第2波等にも十分に対応できる医療体制が整っていくものと考えております。以上、お答えといたします。はい、大倉雄一君。はい、かかりつけ医の診察、陽性判定となった後の治療体制など、丁寧にですね、お答えいただいたと思って聞いておりましたが、万一感染されたとしても、八代県域でしっかりとした医療体制が構築しているのかなと、治癒するまで確立した体制となっているものと理解したいというふうには思います。私は医療については全くの素人であります。しかし、市民の生命を守るための医療体制の整備であったり、市民の不安を和らげることは政治の責任だというふうに考えております。残念ながら、赤字を理由に廃止された感染病床を保有しておりました市立病院が存続していればなというような思いを持つときもあります。幸いにも、本市では罹患者が出ておりません。市民の皆さんのですね、感染予防対策の賜物だというふうに私も思っているところであります。4月の時点で、医療従事者の方とお話をする機会がありましたが、この時、医療従事者の方からは、検査キットはもっとですね、拡充すべきだと、の見解を伺うことがありました。答弁の中では、PCR 検査の、はじめとする対応能力、これについては保健所の方で、公表されていないということでありましたけれども、やはりこの部分をですね、数値を上げて市民に説明をしていただかないと、やはり市民の本当の安心という部分はですね、醸成がされないんじゃないかと。いうふうに本議員は思うところです。ぜひともこの点、県の方にもですね、市民の不安を払拭するためというところを、ご理解いただくようにですね、数値を上げて公表していただきたいということをお伝えいただければというふうに思うところであります。そういう中におきましたが、おいてですけれども、県の方針において、今後の感染拡大に備えて、検体採取や検査体制の拡充および受け入れ病床の確保についても順次、拡充に取り組んでいらっしゃるというところを答弁いただけましたので、第2波にもですね、十分こう備えが整っていくのかなというふうな思いは持ったところであります。その答弁に心を寄せたいというふうに思います。感染症予防の基本である手洗い、うがい、そして今日もマスクをつけて発言しておりますけれども、このマスクをつけることを励行し、特にこれからのマスク利用については、口内の湿度を保ちやすいために、喉の渇きをですね、気づきにくいというふうに言われております。その点から、水分補給が取りにくい状況から、熱中症にもですね、かかりやすいというようなことも指摘されていますので、こういった点も注意しながら、対策に取っていかなければならないなというふうに思うところであります。政府の専門会議から示された新しい生活様式に取り組みながら、新型コロナウイルス感染症にですね、みんなでこの
乗り切りたいというふうに切に思うところです。次に経済対策についてお尋ねしていきたいというふうに思います。6月5日総務省が発表した4月の2人以上世帯の家計調査では、1世帯当たりの消費支出が物価変動を除いた実質で前年同月比 11.1% 減を記録しています。また内閣府が発表した景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が前月比 7.3 ポイント下落し、リーマンショック直後を超える下げ幅となり、経済指標は軒並み過去最大の落ち込みとなっています。政府の緊急事態宣言は解除されましたが、感染の第二波への懸念も根強く、景気の V 字回復への期待はしぼみつつあり、感染対策と経済対策の両立での取り組みという形になっております。この間、県内の各自治体が独自の支援策を打ち出されてきました。熊本県が5月11日時点での県内自治体が取り組む事業をまとめていらっしゃいます。利子補給は県内すべての自治体が取り組んでいるようです。休業支援が9自治体、家賃補助が5自治体、事業者支援、生活支援に36の市町村が68の事業に取り組んでいます。その内容は、売上減少事業者への雇用支援、助成、雇い止め、内定取り消し者の採用、商品券の発行などとなっています。熊本市ではオンライン合同就職説明会や特別労働相談窓口の設置、熊本市荒尾市では内定取り消し者を任用職員として雇用する支援策に取り組んでおられます。定住自立権の協定を結んでいる氷川町では、事業継続給付金事業のほか、全町民に5000円の商品券を配布されていますし、芦北町では1000円以上のテイクアウトや出前の利用で500円のクーポン券をつけて飲食店を支援されています。これらの支援策が新聞に紹介されるたびに、八代市の支援策、すなわち消費を喚起する取り組みに対し、市は何を考えているのか、まだ打ち出さないのか、他の自治体と比較すると八代市は対策が遅れているんではないか、お金がないのか、府とか市役所は多つ検体、コロナで分散勤務だろう、鏡と船長支所は使えばよかて、市役所は避難所にしてコロナ感染者の出たなら大ごつばい、なんとか労働も望んどらんと市民からコロナ禍の中ご意見をいただきました。そこで、これまで新型コロナウイルス感染症に影響をきたした経済に対し、どのような対応方針を持って対応してこられたのか、またその対策とはどのようなものがあるのか、財務部長にお尋ねいたします。佐藤財務部長。大倉議員お尋ねの経済対策における新型コロナウイルス感染症への対応方針と対策についてお答えいたします。これまでの新型コロナウイルス感染症対策につきましては、数度の補正予算の編成による緊急対応策など気を逸することなく、その時々に必要となります対策を的確に講じてきたところでございます。そのために財源面、施策面について将来を見据え、本市財政への影響も十分考慮し、財政の健全性を損なうことがないよう、国や県の動向も注視しながら、感染防止対策と社会経済活動を維持するための事業継続対策の両立について、早急に対応してまいりました。その主な対策として、感染防止対策としましては、避難所で使用する消毒液、非接触型体温計の購入、人との接触が多い窓口に設置するついたて、マスクの購入などを行い、
感染を未然に防ぐ対策を行ってきたところです。また事業継続対策としましては、農林漁業者、中小企業、小規模事業者が国、県の融資制度を利用される場合に、他自治体に先駆けて、しかも5年間の長期に及ぶ利子補給補助を実施し、さらに外出自粛要請等の影響により売上が減少した飲食サービス事業者や交通輸送事業者などへ、国の持続化給付金の給付までの事業継続を図るため、一定の条件を満たす方に対する特別支援金として法人20万円、個人事業主10万円を支給するなど、本市独自の支援制度を創設し実施してきたところです。以上お答えといたします。はい、議長。大倉雄一君。はい、方針としましては、感染症対策と社会経済活動ということでしょうか。支援を行うには市民の税金が使われるわけですので、正直、もう少しですね、詳細な方針を持って取り組んでおられるのかなというふうに思ったところです。またその時々に的確な対応を講じてきたと胸を張っておられますが、本当にそうなんでしょうか。声の大きいところだけに手厚い支援が行われるようなことになってはいないでしょうか。臨時議会で計上された特定の交通輸送事業者への補助には多少の違和感を抱くものがありました。それはこの路線以外にも行政の方針に沿う形で地域住民の交通輸送になっておられる事業者もおられる中での案件だったからであります。もっと丁寧な説明もあってよかったのかもというふうに思うところです。民間とはいえ、企業は社会の公器と言われております。雇用をはじめ地域社会への貢献度も大きなものがあり、手遅れになる前に対策を講じていく必要があることから、支援されること自体には理解をしています。支援策がピンポイントの支援で終わらず、市の全体に目配り気配りができる行政であってほしいと思うところです。さて、熊日新聞の6月6日の朝刊に6月3日現在の県内自治体の支援策が掲載されていました。この情報をもとに支援策の統計を取ってみました。事業者支援では給付金額や条件に多少の差があるものの、国の持続化給付金制度に倣った事業者支援策が占めていました。独自の支援策として農林漁業の方々にも給付金の対象としている自治体もあったところです。次に生活支援策についてです。支援策が複数あるため、合計は県内自治体数とは一致しませんけれども、一番多かったのは教育や学生に対する支援策が22件、次いで子育て支援策が16件、商品券発券が16件、宿泊業、飲食店支援が7件、上下水道使用料猶予や税の分割などが7件、雇用支援4件、給付金に上乗せをされる部分が4件、マスク配布2件、オンラインショップなどの送料無料化などのその他として9件がありました。教育や学生支援策の内容としては、昨日、質問があっておりましたけれども、小中学校の児童生徒にタブレット端末、オンラインによる学習支援、学生には貸付タイプ奨学金の返還猶予、出身自治体生産品の送付や現金による支援が行われ、家庭の収入減による仕送りの減少や、アルバイトなどで学費や生活費を稼いでいたけれども、経済の萎縮によってアルバイトを失った学生を支援する自治体が県内の半数を占めているような状況です。次に多かったのが子育て支援と商品券の発券です。
この子育て支援では、児童扶養手当に上乗せや、学校給食の無料化、消費拡大を図るプレミア付き商品券や宿泊券の取り組みが23件あり、半数の自治体が取り組まれているようです。今朝も、マイクロツーリズムという、宿泊の、換気をですね、促す取り組みのお話がテレビ立っておりました。なかなか出なくなったところを市内限定、県内限定という形で、宿泊動きをですね、作り出していこうというような取り組みのようです。これをマイクロツーリズムというふうな話を星野リゾートの社長がされておりました。さて、支援を行うには直接給付して支えてあげたり、支払いなどを肩代わりすることになりますので、財源が必要になります。そこで市の財源についてお尋ねいたします。国の特別定額給付金の財源である128億円以外に、国からの地方創生臨時交付金を含め、新型コロナウイルス感染症対策経費として市の財源はいくら活用できるのでしょうか。また、3月定例会最終日に小規模事業者が資金を借りた場合の利子を財政調整基金を財源に全額保証する議案の説明がありました。この時財務部長から今後の財政運営に影響を及ぼさないように取り組んでいく旨の発言があったところです。その後の議案に対する質疑の冒頭で、財政運営より中小企業の支援を優先に考えていただきたいと財務部長にお願いをしたところですが、経済へ及ぼしている影響はリーマンショック時より今回の新型コロナウイルスの方が大きいということからも、財政調整基金を財源に支援策を積極的に行っていく必要があると考えていた私からすると、財政運営に影響を及ぼさないようにとの言葉がずっと引っかかっています。今後財政運営に影響を及ぼさないという内容はどういうことなのか、この2点を財務部長にお尋ねいたします。佐藤財務部長。はい。新型コロナウイルス感染症経費として市の財源はいくら活用できるのか、また今後財政運営に支障をきたさない財政調整基金の運用とは何かについて自責よりお答えいたします。市の財源の活用につきましては、財源がいくら運用可能なのかを決めて事業を実施するのではなく、必要な事業に対して効率的に財源を確保するべきであり、国の地方創生臨時交付金も含めて活用を検討していく必要があると考えております。新型コロナウイルス感染拡大による市税収入等への影響を現時点で見極めることは難しく、今後の対策にどの程度の財源が回せるかをお示しすることは困難です。今後の財政運営につきましても、先ほどの答弁と重複しますが、将来を見据え本市財政への影響も十分念頭に置きながら、財政の健全性を損なうことがないよう、財政調整基金等の運用に慎重に取り組んでいかなければならないと考えております。まずは市民の安全安心を最優先として、新型コロナウイルス感染症への対応に引き続き取り組んでまいります。以上お答えといたします。はい、大倉雄一君。はい。私の認識として、中期財政計画においては令和2年度から令和8年度までの間に24億円を財政調整基金から繰り入れて歳入を確保していく計画になっていたというふうに思います。毎年 2,3 億円の繰り入れということになります。将来を見据えた財政運営をするにあたっては、財政調整基金は限度としてこれくらい残してこれくらいは利用可能という見通しがあるんであろうというふうに考えていたところです。しかし、市の考えは財源をこれだけでと決めて取り組むものではないと、国の交付金など有利な財源を効率に確保していく、その上で将来を見据えて市の財政への影響も十分念頭に置きながらと述べられました。
市税収入の影響についても現時点で見極めることは難しいという言葉もあったというふうに思います。私なりにここの運用を、整理するとすれば、国や県の動向に注視しながらという言葉は若干気になる部分がありますが、財政調整基金をまずは有効に活用して、さらにできるならばその国の交付金を利用し、交付金が利用可能な部分については財源の振り分けを行っていくというようなことになるのでしょうか。まずは経済復活のために安心安全な部分に中期財政計画にとらわれることなく、惜しみなく、使っていきますというメッセージであったというふうに、理解をしたいというふうに思います。雇用について少し触れてみたいと思います。熊本労働局から発表されている令和2年4月度の労働情報によると、有効求人倍率は全国平均 1.32 ポイントとなりました。熊本県も同じ数値です。全国平均でありますが、前年の暮れには熊本県は 1.61 からすると、状況は悪化していると言えます。有効求職者数、仕事を求めている人たちは令和元年度、令和2年度、4月度もほぼ横ばいで25,696人と25,429人です。一方、有効求人数、企業が労働力を求める数ですが、令和元年度は40,406人、令和2年度4月は33,504人ということで、企業が労働力を求めている数が熊本県下で6900人減少しているという状況がデータとしてあります。八代県域ではどうかというと、4月は 1.14 ポイントです。昨年同月 1.29 ポイント、前月 1.20 ポイントの状況で、雇用状況はますます厳しい状況にあっております。市内企業も新型コロナウイルス感染症によって生じた経済の影響を大きく受けていることが分かります。繰り返しになりますが、民間企業とはいえ、雇用をはじめ社会貢献度を大きく、企業は社会の貢献です。国の制度をはじめ、地元の特徴を生かし、企業を支援していく必要があると考えます。市長もいくつかの団体と面談をされ、現状把握をするために意見交換に取り組まれたようでありますし、来るべき時には支援策を講じていくということも述べていらっしゃいます。先日、議運の方に、経済支援策、それから感染予防策等が、補正予算として提案をされましたが、具体的にどのような支援を考えておられるのか、財務部長にお尋ねをしたいと思います。佐藤財務部長。はい。今後予定している景気対策事業の内容と財源について、次席よりお答えいたします。景気対策につきましては、帰結予算対応分としまして、八代商工会議所が主催で、市内の飲食店を応援する八代飲食店応援プロジェクトへの補助や、サービスの提供等を行う施設等において、感染防止対策に要した経費の補助を行っております。そのほか、いぐさや牡蠣の需要減による生産者支援、観光振興に向けた各種キャンペーンの支援をはじめ、商店街活性化に対する支援など、本市独自の施策を展開してまいりたいと考えております。これらの財源につきましては、国から配分される地方創生臨時交付金などの地方財政措置も有効に活用していきたいと考えておりますが、臨時交付金だけではカバーできない部分も想定されますので、そのような場合には、これまで中止となったイベント等の既存財源の組み替えや、財政調整基金も活用しながら、市としてより細やかな施策を速やかに取り組んでいきたいと考えております。以上お答えといたします。はい、大倉雄一君。はい、
新型コロナウイルス感染症によって寄せられた市民からの意見要望を課題としてまとめまして、無所属未来の皆さんと改革市民の会の二会派7名合同で要望書として合計3回にわたり市長に提出してきました。副市長の方には要望の際大変お世話になりました。どの程度要望に応えていただいたものか、この後の補正予算の追加提案に期待を寄せてみたい、見てみたいというふうに思います。要望の中には昨日質問に取り上げられていた ICT 教育も要望させていただいておりましたが、特段の配慮をいただきご決定いただいたものと嬉しく思った次第です。しかし予算提案もされていないにもかかわらず、予算はあたかも申請され、すでに可決をしたかのような答弁は狐につままれたようで、違和感を抱くものでした。同様な質問に対する答弁においても、質問した議員で答弁の内容に格差があるのも、行政の市民に説明を果たす点からいかがなものかと感じた次第です。答弁調整会議とはどういったものなのでしょうか。高校生、大学生の学業、就職の支援、奨学金の返済猶予、内定取り消し者の優先的雇用など、対応いただいているものと思いますが、改めてお願いをさせていただきたいと思います。冒頭ご紹介しました県下の支援策について、6月3日現在で改めて熊本県の方で集約されたものがあります。この中で気になるのが、生活支援の項目に八代市の掲載がないことです。奨学金の返済についても、担当者に聞きますと、常時受付が可能となっていますと、相談を受け付けていますという回答でありました。当事者と関係者だけが知っていればいいということではないんじゃないかというふうに思ったところです。市としてのスタンスが今問われているわけでありますので、関連する支援策、こういったものは全部つまびらかに出して、八代市はこういうスタンスで頑張ってますというものがあっていいんではないかというふうに考えたところです。持続化給付金の申請サポートの会場案内が新聞広告として掲載されていました。その広告には八代の会場は載っておりませんでしたが、市のホームページを見ると、桜十字ホール八代で6月4日から開催される情報を見て安堵したところです。インターネット環境にない経営者が諦めれることがないように、商工会議所や商工会と連携をしていただいて、しっかりとした支援をお願いしたいというふうに思います。また、雇用調整助成金の申請にあっても、八代ハローワークでは申請ができません。相談もできません。熊本市まで行って相談を受けるような形になります。ぜひ地元で相談ができるようにという声も届いている状況でありますので、お伝えしていただきたいというふうに思います。特別定額給付金や市の事業支援、事業継続支援金については、職員の皆さんのゴールデンウィーク返上での対応、その結果、八代市は早かったね、おかげさまでいただきましたと評価される市民の声もしっかり届いております。市の、取り組みが報われる声ではないかというふうに思います。新聞の社説をご紹介します。政府からの指示待ちの自治体が多いのも問題だ。財政的な事情があるにせよ、対応が遅れて地域経済が立ち直れなくなれば取り返しがつかない。かつて鳥取県西部地震の際に、当時の片山義弘知事が国の反対を押し切り、住宅再建に最大300万円の支給を決めた例もある。国の施策が住民の要望にそぐわないなら、地域から是正を訴える気概を持つべきだ。折しもこの4月で地方分権一括法の施行から20年の節目を迎えた。安倍政権の下で分権改革の影は薄いが、政府と自治体は主従ではなく対等の関係なのだ。近年の空き家対策、ヘイトスピーチ規制をはじめ、
公害対策や情報公開など自治体が政府に先んじて対処策を示し、それが全国に広がった例も多い。コロナ禍に対して地域がどう立ち向かうか、住民に身近な自治体ならではの知恵と工夫が求められていると結んでいます。感染症対策から見ると、人が交流すればコロナ感染の第二波ともなり得る可能性もありますが、経済は人の交流なくして経済回復はあり得ないというふうにも思うところです。どうすれば市民の安心を築き上げていくことができるかという点も重要ではないかと思います。八代市民の不安や経済状況を的確に把握していただき、二の矢、三の矢の出動、執行部のトップの皆さんの知恵を出し合い、リーダーシップで取り組んでいただくこと、そのような中で八代市がどのような対策や景気対策に取り組まれるかが問われるものと思います。執行部の取り組みに期待をし、この講を終わります。議長、大倉雄一君。次に政府から配布されるマスクについてお尋ねします。4月1日、安倍首相が全国配布を表明され、2ヶ月が経過しました。いまだに配布が遅れている要因に、このマスクの調達は質より量を優先されたこと、物品を受注者が希望しても、政府側が断ったこと、一部の契約者には隠れた不具合が見つかっても、受注者の責任を追及しない異例の契約もあったこと、ガーゼの生地は中国、ベトナム、スリランカなどから必死にかき集められたこと、配布開始の直後から見つかった異物混入や汚れについても、受注者側が自社の負担で全品を回収し、再検品を実施したこと、政府もこの点については、約8億円かけて別の業者に検品を依頼することになったため、配布の遅れにつながったようであります。このような背景の中、5月31日日曜日ですが、我が家にも首相の肝煎り政策であるマスクが届きました。きちんと2枚入っていて、ラッピングされていました。市販の使い捨てマスクと早速サイズを比較すると、この縦はですね、ほぼ同じサイズでありました。しかし、この横幅が、この使い捨てマスクよりも送られてきたものは4センチ、ですから両サイドに2センチ小さいものでありました。このマスクを受け取った方も、配布がまだな方も共通して言われるのが、マスクが店頭から消えた時期もあったが、手作りマスクで対応できるし、市販のマスクが流通するようになったから、政府から配布されるマスクはいらないと、マスクの到着を気にされながらもこの意思を表される方がほとんどであります。さらに間に合っているので、このままでは無駄になるから、どこかに寄付ができないかとの意見を数多く聞くことがあります。せっかくの肝煎りマスクであります。我々の税金も使われています。無駄にならないようにすること、マスクが必要とされる方々に渡るようにすることが大切ではないかと考えます。そこで市がマスクを回収して、必要とされる方々への橋渡し役をお願いできないかと思いますが、健康福祉部長に市の方針を伺います。小林健康福祉部長。議員ご質問の政府から配布されるマスクについてお答えいたします。このマスクにつきましては、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、本年2月以降に日本国内で発生しているマスク不足を解消することを目的に政府が配布を実施したもので、八代市におきましてもすでに届いているご家庭もあるかと思います。一部の校区では使われない未開封のマスクを回収し、必要な方に配布する取り組みを、まちづくり協議会の自主的な活動を通して実施されているとお聞きしております。また、他自治体においても、市民団体などが同様の取り組みをされていることも承知しており、その活動の趣旨につきましては、おおむね理解をしているところでございます。しかしながら、現在、
緊急事態宣言が全都道府県で解除され、休業要請の段階的緩和や外出自粛要請の全面解除がなされている状況の中で、再び感染が拡大するなど、第2波の発生も懸念されております。そのようなことから、政府から配布されるマスクにつきましては、次なる流行にも十分対応できるよう備えていただくためのものでもあると認識しておりますので、各ご家庭で保有していただきたいと考えております。以上、お答えといたします。大倉雄一君。はい。市の考えとしましては、第2波も、想定されることから、自宅で保有していただきたいということですので、市が回収することについては、否定をされたということだと思います。厚生労働省のホームページでは、使用されない場合は、必要とされる方へ譲るなどの選択肢もご検討くださいと、休営に掲示してあります。私は残念ながらサイズが合いそうにもないことを含めまして、必要とされる方に使っていただきたいと考えています。使用せずに置いておくと残念ながら行方がわからなくなるか、使われなく引き出しに眠ったままになるのではないかとも想定されます。執行部の皆さんも眺めてみますと、まだこのマスクは使っていらっしゃらないように思いますし、東京都の、すいません、国会を見ても、首相をはじめ数名のですね、関係者の方が使用されている状況にとどまっていると思います。東京の多摩市では、市役所本庁で回収に取り組まれています。後にすべての公共施設で回収ができるように回収ボックスを設置するということであります。このような取り組みは全国的に広がりを見せているようです。第2波に備えてと言われるならば、各世帯の人数に合わせて市が配布する取り組みも取り組まれてみてはどうでしょうか。調達費用260億円から単価を割り出しますと、1枚あたり260円のマスクになります。無駄にしないことが大切だと、本議員は考えます。必要とされる方々に橋渡ししていただくことも、行政の務めではないかと考えます。市民のニーズに応えていただけるような行政、改めてお願いをして、この項を終わります。大倉雄一君。はい。次に後援会についてお尋ねします。本市には100の後援が存在をしております。そのすべてが委託によって管理をされている状況です。中でも近隣後援や児童後援については、それぞれの地域の任意団体である愛護会と契約をされております。その愛護会の方から、これからの梅雨、台風シーズンを前に公園の管理も大変だと相談の電話が入りました。契約では樹木は受託サイド、愛護会側で管理することになっています。しかし高齢化や若手の組織離れから現状の契約では対応が困難な状況下にあるとの内容でありました。そこで契約内容と後援管理の現状認識と、契約金額の積算根拠を建設部長にお尋ねいたします。塩崎建設部長。はい。皆さん、こんにちは。議員お尋ねの3項目目、本市の後援管理についてのうち、後援愛護会などへの後援管理委託の契約概要、
並びに委託料の算出根拠についてお答えいたします。公園愛護会などへの公園管理委託につきましては、地元の要望で建設する近隣公園や外区公園などは建設後、その公園に地元の皆様が愛着を持っていただけるよう、公園愛護啓発の一環として簡易な維持管理を地元にお願いしており、その費用を市が補助するような意味合いで委託料をお支払いしております。また管理委託の金額については業者へ外注するより安価でありますが、その差額分を他の公園建設費用に充てることで建設促進を図ってきたところでございます。そこで愛護会などへの公園管理委託の概要でありますが、良好な管理と利用者の安全を図ることを目的に、現在都市公園、普通公園並びにその他の公園として開設している100の公園のうち73の公園について、地元の公園愛護会などに公園管理委託契約書、委託契約書や公園管理委託作業要項に基づき管理委託をお願いしているところであります。具体的な委託内容といたしましては、樹木の剪定、施肥、草刈りおよび除草、公園内の清掃、トイレの清掃、破損箇所の報告などでございます。次に委託料の算出根拠とその推移についてでございますが、委託料については旧市においては公園の面積に1平方メートルあたり63円を乗じて算出しています。これは標準的な2500平方メートルの児童公園の作業にかかる経費を1回あたりの人数、作業頻度、作業時間、時間単価、補正係数を乗じて算出し、その金額から1平方メートルあたりの単価を定めたものです。この委託料については愛護会による管理委託が始まった当初より同額としており、冒頭申し上げたように公園愛護啓発の一環として行われるもので、公園建設時に地元にも了解を得ているところでございます。以上お答えいたします。大倉雄一君。はい、答弁をいただきました。概要、私なりに、認識することができました。答弁の中で差額分を他の公園建設費用に充てることで建設促進を図っているという興味を抱く答弁の部分もありましたけれども、今回は公園管理ということで、質問をしていきたいと思っておりますので、また改めてその点についてはお伺いしていきたいというふうに思います。公園管理の業務の点から次の4項目をお尋ねしたいというふうに思います。契約書には市の責務が謳ってありませんが、どのようなことからなのでしょうか。契約書にある一部再委託の禁止とは具体的に何を示しているのでしょうか。選定などの部分的な作業委託もこの対象となるのでしょうか。作業要項に従うということになっていますが、公木の管理が4メートルということで基準とされていますが、どういうことからなのでしょうか。委託業務の品質管理、チェック、指導はどのようになされているのか、以上4点を建設部長にお尋ねいたします。塩崎建設部長。はい、議員お尋ねの1点目、契約書に市の責務が言っていないのはなぜかについて実績よりお答えします。市発注の一般的に用いる八代市公共工事請負契約約款や八代市標準業務委託契約約款を見ましても、発注者である市の責任についての特段の記述は見当たりません。また公園管理委託契約書第9条に疑義が生じた場合、発注者受注者協議の上定める
とあることから、現在のところ市の責務が言ってなくても問題ないと判断しております。次に2点目の一部採択の禁止についてでございますが、この条項の真意といたしましては、愛護会の独断で一部作業の採択が行われた場合、その契約が専門的見地から金額や手法が適正であるか否かの判断がつかなかったり、事故が生じた場合にその責任の所在などが不明瞭になることを防止する観点から記載しております。そこで議員ご指摘のような選定などの部分的な作業委託を行う場合は、市に協議の上、金額や手法の妥当性、行為の主体性が愛護会にあるかなど、その内容に問題がなければ許可することになります。3点目の高木4メーター未満の選定については、当初高さの規定を設けておりませんでしたが、5年ほど前に愛護会側から具体的な作業内容についての数件のお問い合わせがあったことから、作業時の危険度や使用機材等を勘案し、樹高4メーター程度であれば、その枝の剪定などは愛護会の皆様による作業が可能であると判断して決定した次第であります。最後に管理業務の品質管理、チェック、指導についてでございますが、作業要項に標準的な作業の頻度などを定め、作業報告書などで管理をしており、各公園最低限の品質については満たされているものと考えております。各公園の地形や形状が違うこと、利用形態によりゴミの収集やトイレ清掃など重点を置く作業が違うことなどから、各公園一律の品質を確保することは難しいものと判断しております。なお、愛護意識の高い公園は市の規定以上の頻度で作業をなされ、非常にきれいに保たれている状況です。また公園利用者からの苦情などがあった場合には、その都度愛護会に連絡を取り、改善をお願いしているところでございます。以上、お答えとします。はい、議長。大倉雄一君。はい、経緯、また、その背景、理由等について、理解をさせていただきたいと思いますが、契約書に市の責務が入っていない点につきましては、もう少し私も勉強してみたいというふうに思ったところです。4メーターのですね、樹木の伐採をするとした場合、地上から直接剪定できるもの以外は、そのほとんどが高所作業になるんではないかなというふうに考えます。高所作業とは、労働安全衛生法により2メートル以上と定められており、2メートル以上の作業を行う場合は、安全帯ですね、腰ベルトをつけて作業することが義務付けられています。厳密に申し上げれば、脚立を立てて、V の逆字ですが、脚立に またがって作業をするとか、脚立を利用しての作業も2メートルを超える高さになると高所作業という取り扱いになります。高枝切りばさみなどでは限界がありますし、4メートルの基準値自体、実際の運用には即していないのではないかというふうに考えますし、現行の作業要項を見直す必要があるのではないかなというふうに思います。また委託開始以来、単価の見直しは行われていないとの説明もありました。単価の中には労働者の賃金も入っております。労働賃金も引き上げになっていることを考えれば、現在の積算根拠に用いられている単価63円は現状に即しているものでしょうか。そこで契約書の一部再委託の禁止を求めた部分と、樹木の高さ、委託料の単価の見直しについて再度お尋ねいたします。またこの今後の業務の内容の在り方として、愛護会会員の高齢化に見合った内容に見直していく必要性を感じますが、市の考えを建設部長にお尋ねいたします。塩崎建設部長。はい。公園管理委託の見直しについて、次席よりお答えします。まず、先ほど議員からご質問がございました、一部の再委託の禁止、および公募4メーターの規定については、解釈の捉え方が明確でないことから、
分かりやすい文章に変更したいと考えています。また現在のところ愛護会から作業内容や単価の見直しについて正式な要望などは受けておりません。しかし高齢化の進行は現実的な問題であるため、まずは実態の把握が必要と考えております。そこで各愛護会とのヒアリングやアンケート調査などを行い、アンケート調査などを通して現在の公園管理委託のあり方について検証を行ってまいります。以上お答えとします。はい、議長。大倉雄一君。はい、分かりにくい表現と、樹木のうち香木を委託する高さについては見直しをしていきたいということで受け止めたいというふうに思います。質問通告から短い期間で検討していただき、方向性を決定されたことは一定の評価をさせていただきたいというふうに思います。前年度同様ではナンセンスですし、常にこれでいいのかという心構えが必要ではないでしょうか。時代に対応した内容に見直していくことは必要だと考えます。当然財源が絡む話です。財務部の理解もお願いをしたいと思います。財務部長、よろしくお願いいたします。一方で委託の積算根拠の単価については地元の管理団体からの見直しの要望がないため、見直しは行わないとの考えを示されました。地元の管理団体から見直しの依頼が来なくても、毎年契約金額については行政の方から確認をするくらいのですね、姿勢を示していただくことを求めておきたいというふうに思います。現状は行政が地元の管理団体に対して甘えていると申しておきます。管理団体の高齢化についても認識を示していただき、ヒアリングやアンケートによる現状把握から取り組んでいただくとのことでしたので、今後の取り組みに期待するとともに、引き続き状況につきまして確認をさせていただきたいというふうに思っております。終わりに、これから梅雨による豪雨や台風シーズンを迎えますが、新型コロナウイルス感染症の関係で避難所の運営がこれまでとは変わると言及されています。昨日も一般質問で取り上げられ答弁をされていました。鹿児島市では出水期を前に避難所の運営にあたる職員の研修を行い、避難に際してスムーズな運営ができるように職員研修を行い、万全を期すとのラジオ放送があっていました。本市もしっかりした万全の備えをお願いしておきたいと思います。以上で今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。